こんにちは、萌えです。今回はライブペイントについてお話ししたいと思います。画家として活動している方やライブペイターになりたいという方向けに、事前の準備や当日描くときに気をつけること、さらに実際にライブペイントをしている様子を含めて説明していきたいと思います。作家さんによって描いているところを見られたくない方も結構いるんですよね。私の場合、アトリエで一人でアクリル画とか油絵とかのキャンバスの制作をしたりとか、壁画作業、外の外壁とかオフィスの壁に描いたりとか、あとはチョークアートをしたりとか、それぞれ人の前でお客さんのいる前でパフォーマンスをしたり、もういろんなことをしてるんですが、やっぱりそれぞれ気持ちを切り替えて描いてます。今日はその中でもライブペイント、見せる描き方についてお話ししたいと思います。ライブペイントの仕事をする上で気をつけている点を紹介するので、これからライブペイントするよっていう方とか、これからそういう活動をしたいっていう方の役に立てればいいかなと思います。今回はアパレルのドレスのブランドの新しいコレクションのポップアップイベントでライブペイントをしたので、そのお話をしていきます。新しいドレスのコンセプト、テーマに合わせてイベント中に絵を描いてほしいというご依頼でした。まず覚えておいてほしいのは、ライブアートをする上で一番大切なことは事前に入念に準備をするということです。仕事として依頼されている以上、当日の失敗は決して許されません。困らないためにも十分すぎるほど準備をしていく必要があります。じゃあ具体的にどんな準備をしていけばいいのかっていうのをお話ししていきます。まずご依頼主さんとしっかりとコミュニケーションをとって、何を求められているかっていうのをちゃんと理解することです。実際に絵を描く前にミーティングとか連絡とか取ると思うんですけど、まず何をどんな人に向けて描くのかっていうのをしっかりと理解していくことが大切です。当日やってみたら全然思ったのと違ったっていうことになると、せっかくご依頼いただいたクライアントさんも満足していただけないですし、例えばギャランティーをいただけないっていうことになるかもしれません。そうなることのないように、少しでも不透明な部分がある場合は事前にしっかりと確認しておきましょう。そして次に、自分でシミュレーションをして事前に何度か練習していくことです。何度も言いますが、当日失敗はできません。なので実際の現場を想定して、例えば画材とか道具を置く位置だとか書く順番とかを決めていきます。そのシミュレーションができたら実際に練習して書いてみます。私もこのお仕事で実際に3回時間を計りながら練習しました。ライブアートっていうのは時間が決められているので、時間を計りながら練習をすることでちゃんとした時間配分ができるようになります。しかも当日は一人でアトリエで書いているわけじゃないので、いろんな人に話しかけてもらえると思います。そういう時間も余裕がないとできないので、練習の時には予定よりも早く終わらせるように練習することが大事かなと思います。そしてその練習した絵を一度クライアントさんに見せて確認します。本当に当日これを描いて大丈夫ですかっていうのを確認することで、当日ねイメージしてたのと全然違うなとか、クライアントさんが求められてないものを描くっていう問題も起こりませんし、時間が足りなくなるっていう問題も避けられます。全ての準備が終わったら、実際に当日お客さんの前でライブペイントをします。身だしなみについても事前にしっかりと確認しておきましょう。イベントによってその場の雰囲気に合わせて、衣装も変えていくことも大切かなと思います。今回はドレスのブランドだったので、実際にそこの新しいコレクションのドレスを着させていただきました。それから人前で描くときには姿勢と表情に気をつけた方がいいと思います。私もアトリエで一人で描くときは猫背になりがちなんですけど、せっかくライブペイントでね、人に見てもらえるときに猫背になって暗い表情で描いてても見てても楽しくないので、なるべくいい姿勢で笑顔で楽しそうに描いたらいいんじゃないかなと思います。そういう余裕を持たせるためにも、最初にお話ししたように事前の準備が大切になってきます。あとは自分のアトリエじゃないので、無駄に絵の具を飛ばして汚さないようにしたりとか、あとはいろんなところに物を置いて見た目を悪くしたりしないように、きっちりと整頓しておいて見栄えを良くするっていうのは大切だと思います。ここからは実際に私の仕事のタイムラプスを、見ながら説明したいと思います。ということで、実際にこんな感じで、今回はね、宇宙がテーマのコレクションだったので、もうそれこそもうそのまま宇宙を描いてくださいっていうことだったので、宇宙とそれぞれのドレスに組み込まれている形とか柄を組み合わせた絵を描きました。今回は絵だけじゃなくて、例えばキラキラした粉を振ったりとか、あと上の方にあるこのひし形模様みたいなやつは、これはプラ板をひし形とかその形に切って作った状態で持っていって、それをその場でこう貼り付けていくっていうことをしました。
こうね、絵をただ筆で描いてるだけじゃなくて、物を貼り付けたりとか粉をこう振ったりとか、筆だけじゃなくて違うパフォーマンスを取り入れると見てる方も楽しいかなと思います。はい、というわけでいかがだったでしょうか。今回は、ライブペイントについてお話ししていきました。ライブペイントってね、なんかこう人前でパフォーマンスをすることって緊張しそうとかプレッシャーがかかりそうとか思いますよね。でも今回お話ししたように、しっかりと事前に準備ができていれば楽しく描くことができます。さらにいつもと違う環境で描くことで、描いててね、気づくこともいっぱいありますし、学ぶこともいっぱいあります。何よりも実際に描いているところを見ているお客さんから温かい言葉をいただいたりとか、いろんなあの意見をいただいたりとかするので、とか嬉しいリアクションをいただいたりとか、そういうのがあると今後の活動の自信にもつながります。皆さんの反応が見れるっていうことと、意見を聞けるっていうのが人前で描くっていうことが好きな一番の理由です。この動画を見てライブアートに興味を持っていただいたり、人前でね、実際に描く楽しさを経験してもらえたら嬉しいです。よかったらいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。